韓国三菱重工の資産をヨーロッパでも差し押さえ現在、韓国が日韓請求権協定と工業所有権の保護,保護に関するパリ条約に違反し三菱重工の資産を差し押さえている問題で韓国側がヨーロッパでも差し押さえを検討していることが明らかになりました。 こちらは韓国内の資産では足りないということなんでしょうか。現在日本政府は日本企業に被害が出た場合、被害額と同規模の経済制裁の発動を検討しており、またその他にもおよそ100種類の制裁が検討され、被害が出たら順次、制裁が発動されていくものと見られております。日本政府にはこういった 韓国側の動きをしっかりと監視していただき、必要な対抗措置を検討し、対抗措置が直ちに発動できるように準備をしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。